お、すごいな、コスモスとか秋っぽくなってる。かわいい。こんばんは、こんばんは。昨日ゆうなちゃん家楽しかった。楽しかったですよ。もうそう、ゆうなとはすごい、もうなんだろう、仲良しの仲良しだから、もうなんだろう、うん、なんか帰りたくない感じになりますよね。お、夏目さん、きのこくまちゃん、お、くまちゃんがきのこだ、ありがとうございます。猫だけど今日はありがとう。くまもあるのかな、これ見たことない。ありがとうございます。そう、今日は初めてこれを着たので配信してみました。どうですか。よきよき、ありがとうございます。言わせてる感ある、よき言わせました、ありがとうございます。かわいい、やった。にょきにょき、にょきにょき、きのこが、キノコ生えてる。いろんな SNS で画像をもらえたから待ち受け変えてる。あ、ほんとよかった。そう、握手会の時とかいっぱいあげたもんね、確か。うん、かわいいね、ありがとうございます。いや、これ本当にあったかい。さすがジラピケさん、肌触りがいい。オンラインお話会幸せだった、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございましたね。みんな本当にすごい癒されるわ、みんなと話してると。みんなすごい優しくてさ、笑顔で喋ってくれるから、すごい話しててなんかホワホワした気持ちになる。ソファーに少し腰掛けてる写真よかったそう、なんかすごい帰り際に、そう、マリアに全身撮ってもらったんだけど、他のとこで。でも帰り際に誰もいなくて、そうで、なんかたまたま椅子を見つけて、あ、ここに良さそうと思って、そうマネージャーさんに、すいません一瞬撮ってくださいって言って、そう、それが意外と良くて、あ、椅子いいやんと思って、そう、奇跡の、奇跡のというか、あの偶然の産物声大好き、あ、嬉しい、やったぜ、良い写真でした。お、良かったです。この服かわいいね。かわいいよね。いや、ちょっとくれた方に感謝ですね。椅子の写真、椅子の写真はどこだ、インスタか。そう、インスタに載せましたね。そう、全身だよっていう。そう、めっちゃ弟が笑ってる、盛り上がってますね。よいしょ。ヨッシーのやつ、七瀬来てたね。七瀬はヨッシー来てました。吉川だから、ヨッシー。そう、ヨッシー来てましたね。そう、なんかマリオとコラボしてるよね。猫猫猫って書いとくか。猫猫になったんだような君はっていう歌詞あるよね。
こんばんは。こんばんは。あやちゃんにもヨッシー来てほしいよ。本当？どうしよう。じゃあマリオになって七瀬と冒険に出るわ。猫飼ってる。あ、猫ね、飼ってないんですよ。なんか哺乳類飼ったことない。埼玉の猫ちゃん、そう、今日は埼玉の猫ちゃんです。にゃん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 。今日もまつげが絶好調。今日は色を薄くしたんですよ、まつげの。まつげをちょっと薄茶色にしました。ウマ娘、あ、ウマ娘、確かにそれも一理ある。今日は寒いよね。半袖無理やった。確かに半袖は無理や。これは私半袖の上に長袖着ていったもん。サイレント鈴鹿、あやねトップガン。あやねトップガンの方がなんかしっくりくる。これ何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 のやつ。猫じゃん。ガオーポーズ。ガオと。前髪がなんかすごい前衛的、うにょうにょしてる。猫を飼うならどの種類。猫はやっぱりマンチカンか。マンチカンだな。マンチカンがいい。短足ちゃんがいいな。かわいい。にゃんにゃんポーズ。ポーズ。にゃん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 。猫ちゃんマン、そう、猫ちゃんマン。足短くてモフモフが可愛い。そうなんですよ、足短くてモフモフ。公演申し込みしたけど当たるかな。当たるよ。うん、当たる当たる、大丈夫。チュールあげたい。チュール、チュールはや、チュールはいらないな。その洋服は初めて着たの。そう、今日初出しです。そうだから配信しました。あや猫ちゃん、あや猫ちゃんです。じゃあまたたびをあげたい。またたび、またたび。カリカリでもいい。カリカリはなんだ。カリカリってなんだろう。セブンのほうじ茶のスイーツ美味しい。おお、そうなんだ。ほうじ茶ってさ、飲んでも美味しいよね。ほうじ茶シリーズ、うん。カリカリご飯、ああ、お餌、餌か。こんばんは、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 こんばんは。お、なんか今猿が降りてきた。おお、猿さん。ラムレーズン、ラムレーズン
ってレーズン？レーズンだよね。でレーズンね、あんま好きじゃないんでしょ。ラムレーズンってなんだっけ？ラムレーズン。それでオンライン来てくれますか？お、これでよいいのならちょっと候補にあげようかな。でもさ、一回ショールームで来ててさ、オンライン握手会でさ、これで着ていくとするじゃん。したらみんなさ、え、またその服ってならない？そう、手を持って一回着たのはなるべく着ない方がいいのかなってそう思ってるたのよ、思ってるのよ。どうなんだろう。ならない、ならないの。あ、そうなんだ。いいじゃあ全然着ようかな。そうだから服とかも、あ、これはこの間インスタにあげたからダメだって言って、この間ツイッターにあげたからダメだみたいな、そうなんかあげてない服を探してたらもうなくて、服が。そうだからもう、ね、難しいですよね。あ、意外とそうか、意外と同じ服だってならないのか。なるほどね。サイン会のサインっていつもらえるの？いつなんだろう。でも結構遅い気がする。あのサインもらった方は、何もらったことある方どれぐらいで届きましたか？なんかね、遅いイメージがあるんだよね。そんな先週の今週では届かない気がする。うん、ジェルピケ、そう、ジェルピケだよ。軽く1ヶ月以上持ちます。 1.2 ヶ月。まあそうだね。そう、忘れた頃に届く。あ、正解、それです。忘れた頃に届く。そう、本当にそう思う。尻尾みたい。尻尾あるかな。尻尾ね、ないのよ。上にはついてないよ、尻尾。ズボンは？よいしょ。ズボンについてるのかな？尻尾出てこい。尻尾ついてない。尻尾ついてなかったです。尻尾、あ、いい匂い。尻尾ついてませんでした。フォローしました。お、嬉しい、フォローしてくれました、ありがとう。中3、15歳。泣いちゃう。若いね。これからだ。もう幸せに。もう毎日楽しく生きてね。受験頑張れ。残念。尻尾なかったみたい。大西がやってたさ、悪の娘の舞台あるじゃないですか。あれめっちゃ見に行きたかった。主役のカレン様が割とっていうか、すごいめっちゃ可愛くて好きで、そう、エリちゃんと見に行きたいねって言ってたんですけど、見に行けなくて。そう、しかも悪の娘はめっちゃボカロ時代からすごい好きだったから、
ね、あれはちょ見に行きたかったんですけど、そういつの間にか終わってました。残念。ヤネタヤホーヤホー。編集力いった。あ、そうなんだ、いいね。そうだから悪の娘は普通になんかなんだろう、ボカロとボカロ曲としてそうめっちゃ好きだったから、そう見に行きたかったんですけど、そうどんな感じになるんだろうって思って、歌通りの内容だったのかなみたいな、それも分かんないから、そうだからね、いやーむしろ出たかったけどね。ほんと一瞬でいいから、一瞬でいいから、そう。大西から DVD もらう、あ、もらえるかな、もらいたい。そうめちゃくちゃカレン様の顔がすごい綺麗すぎて、そうユーナとなんか大あの予告みたいな YouTube に載ってて、予告が予告っていうかそのゲネプロ映像みたいのが載ってて、カレンさんも顔綺麗すぎみたいな、そう思って、いやみんなでも可愛くて似合っててすごいおーと思って、ちゃんと輪廻だーみたい思いました。あとメグさんがかっこよかった、メイコだったね完全に、ビジュアルもそうだし、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。耳柔らかそう、え、めっちゃ柔らかい。ピヨンピヨン、モフモフ。まあ、ビスポーズ分かりますか？分かりますよ、横山さん、ゆいはんさん、横山さん、ビスポーズかわいいよね、これめっちゃかわいい。へい、あやとり今度は座りたい、もう座ってください、ぜひぜひ座ってちょ、ビスの最終審査終わった、結果待ちって感じですね。なんかその最終面接みたいなそのがあって、そのアオキーさんとその編集者さんと私3人でお話しして、そうなんかみんなお話ししたらしいんですけど、なんかそれで話してみてとか、その写真とか撮った写真とか見て決めるみたいな言ってた。当たりました、すごいありがとうございますって言われました、お二人から。そう初めの缶から買っててみたいな、大学の授業でもディベートのプレゼンで使いましたって言ったりして、そうあ結構ちゃんと見てくれてるんだねみたいな、そう言ってくれて、まあ、でも分かんない、ちゃんと伝わったかな分かんない、なんか大事な時にテンパっちゃうんですよね。そう一応あのシミュレーションはしてたんだけど、そのまあ、でも楽しくお話しして終わりって感じでした。そう全然面接感なかったですね。そうでも本当にオンラインお話
話し会でもみんな一位おめでとうとか言ってくれて、でもおめでとうって言ってくださるんですけど皆さん、いやなんか私じゃなくてみんなが頑張ったから、だからみんなこそな、みんなにおめでとうじゃないけどありがとうだけど、すごいなんかおめでとうってなんか応援してさらにおめでとうまでなんか言ってくれて、いやそのみんなが頑張ったからだよって、頑張ってくれたからだよって思って、そうみんな優しいなと思いました。そうありがとうございます本当に改めて。おめでとうおめでとう、そうありがとうございます。そうだから本当にみんなもう多分ちょそのオンラインお話し会来れてない方もいると思うんですけど、そう来てくださった方にはちゃんなんか直接ね言えて、オンラインで直接っていうのかな、でも直接話して、そう話せてよかったなと思います。本当にありがとうございます。一緒に頑張ったので本当に嬉しい。あ、本当ですね。やっぱ一緒に頑張ったっていうことですよね。確かに素敵な言葉だ。それだ。それです。一緒に頑張ってくれて。ね、ありがとうございます。パチ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 、あれから早起きになった、すごい、そう継続偉いです。お、スイカさん、クマちゃんありがとうございます。キノコグマちゃん、猫猫猫や、猫猫猫猫猫猫お猫みたいなやつこれ見てたら別れちゃった、あすごい、そっか、じゃあこっちに戻っておいで、それはね悲しいね。猫や猫やピッキミア、猫猫猫猫猫猫レミファイみたい、わかんないけど、そうちゃんと見てなかった。あや猫見れて幸せ。お、本当ですか。ありがとうございます。猫と犬どっちが好き？あ、犬か猫派か、猫。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 カビゴンじゃないの？え、カビゴン可愛いよね。カビゴンの。なんかカビゴンのさ、グッズが最近増えてるよね。世の中に。その猫はプレゼント、そういただきました、ありがとう。あや猫に出会えた、世界線に感謝、言えた、イエーイ、感謝だね。世界線、いやこの世界線で出会えてよかったですね。
猫猫猫猫猫猫子猫。カビゴン、リンリン大使のお宅に、あ、リンちゃん家にいるね、カビゴン。ね、結構いるよね。あや猫タン飼ってもいいですか？お、あや猫ちゃん、お願いします。あや猫、あや猫、あや猫ちゃん、かわいい、響きがかわいい、あや猫ちゃん。ちこいのたくちゃんとのタンポトーク良かった。お、本当嬉しい。なんかただただ私が褒めてもらって照れてただけだった気がする。なんか全然なんかそう喋ってもらって、うん、いや、めちゃあれはすごい嬉しかったです。ちょっと定期的にやってほしいあれは。うん、じゃあごきげんよう。おお、ごきげんよう。お疲れ様です。遊びに来た。おお、ありがとう。お疲れ様です。こんばんは。なんかこう一気にコメントがバンってくると、あ、誰かの配信が終わったんだなって思う。そう、わかるよね。2周してたら泣いてた。確かに。でも2周したかった。でもそう、またまだまだ、そう、だから次回もねあるといいな。ゆいゆい、あ、ゆいゆいね。あ、ゆいちゃんショールームしてたんだね。あ、コスモスがいっぱい。コスモス。おいおぐり配信、おいおぐり、おいおぐり。ゆいちゃん終わる前から猫ちゃん見てた。おーい、なるほど。たくちゃん、あやねちゃん呼びするのがいいね。そうなんですよ。なんかもう板についてきました、あやねちゃん呼びが。普通になりました。あやねちゃんは俺の活力源です。ほんと、すごい嬉しい。そんな、なってたら嬉しいですけど、ありがとうございます。こちらこそです。たくさんひーちゃんに怒られてた。あ、そうなのそうなんだ。あそこ面白そう。たくちゃんよく見てくれてるね。そうなんですよ、めっちゃ見てくれて。そう、あれ、私たちのことちゃんと見てるやんって思いますね。あや猫ちゃんってなんだか可愛いからもっと広まったらいいよね。ね、なんか響きがいいよね、ニックネームっぽい。あや猫、あや猫ちゃん、あや猫、桜子ちゃんみたいなさ、なんかあれだね、ジャンル的に。あや猫ちゃん、あや猫、あや猫ちゃん。まやまあやねちゃん呼びした。呼んでよ。逆になんて呼んでるん？パンダ、パンダ、パンダ。あ、でもパンダもあるよね、これ。パンダじゃない、猫、猫や猫、猫、猫、猫。猫や猫や。パンダは俺、あ、ほんとだ、パンダいた。
あや猫、あやにゃん、あや猫、あやパン。上野動物園行きたいね。行きたい。私こんなに秋葉原で通っているアイドルを7年以上やってても、上野の動物園に行ったことがないんですよ。上野動物園に。そう、なんか上野動物園ちょっとね、行ってみたいですね。ツイッターはフォローしてるんですけど、そう。まだ予約制。そうだよね。ヒグマがでか、あ、そうなの？ヒグマもいるんだ。ヒグマ、あ、ヒグマはいるか。パンダか。パンダが珍しいんだもんね。今一番行きたいテーマパーク。なんだろう。ピューロランド。ディズニーもピューロランドもユニバも富士急も行きたいけど、けどみんな一緒ぐらいだけど、こう1ミリぐらい出てるのがピューロランド。そう、ピューロランドちょっと行きたいな。ピューロランド行きたい欲が今はちょっと1ミリぐらい買ってる。でユニバにも行きたいし、富士急にも行きたいしっていう感じ。埼玉がない。いや埼玉はだテーマパークないもん。あ、そしたら富士急もテーマパークじゃないか。ムーミンパー、あ、ムーミンパークはあれはテーマパークなの？あ、でもそっか、テーマあるパークだもんね。テーマパークでした。サンリオ何のキャラが好きなんだっけ。私はシナモンです。シナモン先生、シナモンさん。西武園、西武園遊園地ちょっと行ってみたいですね。行ったことないんですよ、西武園遊園地は。どんな感じなんでしょう、西武園遊園地ね。リニューアルしたよね。リニューアル、どうなんだろう。ちなみにディズニー好きなアトラクション、なんだろうな。で、その絶叫系だったら、絶叫系だったら、なんだろう。なんだろうな。でもセンターオブジアス、タワーテラとスペースマウンテンかな。でもシンドバッドとかも好き。 C の、あー違う、あれだ、あれがいい。レイジングスピリッツ、一回転するやつ。タワテラ体浮くから怖い。それが楽しいんだ。それを求めに行ってるんだ、タワテラには。そう、そう、シンドバッド、なんかそのシンドバッド好きなんだけど、なんか歌とかも好きで、シンドバッドのそのなんかいい声してるじゃん、シンドバッド。でこの間その坊ちゃん劇場のジョン・マイ・ラブの稽古で初めて共演者の方とお会いして、なんか1回だけ
そう歌の練習したんですけど、なんかそう一日だけしたんですよ。でその時にあの歌ってた方が、あのもちろん男の俳優さんも出るんですけど、その方が歌ってたのがシンドバッドだって思って、そうめっちゃシンドバッドで、そうだから勝手にあディズニーだって思いながら、そうちょっと聞いてました。シンドバッド、そう勝手にシンドバッドでした。そうなんか本当に言ってないんだけど、声に私あの心の中でシンドバッドだって思いながら、そう心ではそう心の中でそうディズニーだなって思って、 それで帰りにゆうなにも言って、ああ確かにって言って、そうディズニー行きたいねみたいな、そう言ってディズニー行きたくなったねって、そうなんかなんだろう、響きとかがディズニーだった。うん、チラチラ、そうだからで、みんなも愛媛来たらディズニー気分が味わえるかもね。おはよう、おはよう、おはようです。今何時かな、何時かにゃかにゃ、鯛めし食いたい。ああわかります、鯛めし食べたい。10時11分をありがとうございます。にゃにゃう12分、遊びに来たよ。みんな1分ずつ違うにゃ。愛媛遠征割と楽しみにしてる。お楽しみにしてて、私も愛媛行くの楽しみ。そう稽古は心配だけど、そう愛媛自体は本当に楽しみ。ゆうなちゃん家で出てこなかったの、テレ屋さん。いや普通にあの唐揚げ食べてたから、そう反対側にいたし、愛媛観光もして確かにわかる。そうだから普通に愛媛を満喫したいよね。多分その舞台でそれどころではなくなるんだろうけど、そうボッチャの稽古はいつ始まりますか。え、でも本格的なのは多分12月かな。行きたい、そう行きたいですね。こんばんは、こんばんは。
日曜日のおあやとり公演、おお当たった、やった、お、じゃあ待ってますね公演。愛媛は全通で行ってましたっけ、行ってた、行きました愛媛、行った、うん、愛媛行きましたね、楽しかったわ愛媛ね、いやあれももう前、だいぶ前になるんだな、そう思うと2年前かな、よいしょ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 、あのロケ撮影してた愛媛、ああね、そうしてたしてた、ピアノ何歳から弾いてたんですか、ピアノは8歳から習ってました、8歳、8歳か、小3だから、そうだね、おおおお、なんか本当はピアノやる子って多分3歳とか4歳ぐらいから始めるのが主流というか、5、6歳から、そうだから私はちょっと一瞬遅かった気がしますね。こんばんは、こんばんは。お、成功到底だって、成功到底。ピアノやる前他の習い事、でも同時並行って感じだけど、スイミングは年少さんからやってたかな、そう年少3歳ぐらいからプール行ってて、そうで、それで小3の時にピアノ始めて、そのままやってってって感じかな、うん、プールはね早かったね、スイミングか、年少さんでスイミング、そうだからもう本当にチャプチャプって感じ、なんかここに腕にさ浮き輪つけて、なんかこうチャプチャプみたいな、そう、泳げるの、あ泳げるよ、泳げます泳げます、でも泳ぎを見せるさ機会ないから、そうあれなんですけど、泳ぎは得意です、めちゃくちゃ、そうだから3歳からやって、だから小6までやってたから9年ぐらいやってたのかな、確かにチャプチャプぐらいでしょう、そうそうそう、でもなんか確かその5歳か6歳ぐらいになると、この浮き輪外して潜って出てくるだけみたいなのとかすごい覚えてるな、なんかそれは潜って出て潜って出て、そうだからジャン水の中でジャンプしながらこうなんか3メートルぐらい進むみたいなのがあった、でも私たち5歳だからめっちゃちっちゃいじゃん、だからもう普通にしてたら溺れるわけ、
だからそのプールの中に台あるんだけど、多分スイミングやってた人はそう分かると思うんだけど、その水の中に台を入れて、そう浅いプールみたいなの作って、そうその中でもう出て、なんか潜って出てみたいのやって、そうだね5歳ぐらいかな、そう赤台、そうそう赤台入れてた。そうしかもなんかわかんないけどゴーグルをしちゃいけないってなってて、でも目を開けてって言われてたの確か。なんかそうなんだろうね、その水中で目を開ける練習とか、そしてめっちゃ覚えてるな、なんかすごい記憶ある。なんだろう、そのなんでだろう、ゴーグルしてたっけな、いやしてなかった気がする、いやしてたかな、わかんないけど、いやしてたかも、してたわ多分。いやどう、恐怖心をなくす練習、そうだね多分、いやゴーグルしてたかな、その辺曖昧だわ。わかんない。いや、ゴーグルしてたから目開けられてたのかな、普通に考えて。目が悪い人はゴーグルに銅入れた。え、そうなんだ。え、ゴーグルって銅入れられるんだ。え、すごい、初めて知った。そうだから絶対水中では目開けてって言われてたね、ちっちゃい時は。そう結構水怖い人とか泳げない人は水中で目つぶっちゃうから、そう目を開けててねって言われてた気がする。体長何メートル泳げますか？何メートルだろう？わかんない、そんな限界まで泳いだことないからわかんないな。でもメドレーとかやってたから200はいけるし、それも何回かやってたから、どうなんだろう。でもいっぺんにやったら疲れるのかな。バタフライできるよ。背泳ぎもできる。そうだよね。だってそうだよね。50、50、50、50。あれ50じゃないわ。あ50か。うん。一周してたもんね。そうだわ。何泳ぎが得意？でも一番永遠にいけるなって思ったのは背泳ぎかな。そう背泳ぎは、背泳ぎしてて疲れたって思ったことないかも。パーカーに合っててすごい可愛い。お、ありがとうございます、嬉しい。バタフライはさすが。そうね、バタフライはね、ちょっと疲れた気がする。そう、だからバタフライはちょっとね、あんま好きじゃなかったかも。最後に覚えたしね。でね、順番どうだったっけな。で、やっぱ最初に、一番下のコースで、
毛伸びとか潜水とかやってその次にクロールをやってクロールした後に平泳ぎか背泳ぎと平泳ぎどっちが先だったか忘れちゃったんだけどやって最後にバタフライやってバタフライが合格したらもうメドレーに行くみたいな。ミート板使った使ったことあるかな。あでもあるよね絶対。でもすごい記憶にあんまりないかもビート板。他の泳ぎ方ってないんですか。確かに考えたことなかったかも。でもあれ犬かきとかさ犬かきとか クイックターンあ回るやつですか。あ回ってましたよぐるぐる回ってた。バタ足あそうバタ足そうバタ足の練習はビート板使うかも。ねえなんかすごいそんなことやってたな。なんか嘘みたいその自分が子供だった時代がなんか嘘みたいじゃない夢みたいじゃないなんか本当かな本当なのかな分かんないけど本当って思う自分が子供の時の記憶この記憶本当かってたまに思わない。なかなか想像がつかないけど本当の話そう本当のはずいやでもそう自分の記憶のはずそうでもなんか覚えてないじゃんなんかその時のさなんだろう考えとかさえ怖っあやにちゃん習い事多めだった多めだったかもいやでも3つぐらいですね水泳とピアノとあとクモン行ってた小学生の時は中学の中1まで行ってたかなクモンは。記憶が改ざんされてるそうわかんないでもそうなっててもおかしくないじゃんわかんないけどって思うとなんかその脳みそってすごいなって感じ。クモンって塾なの？塾ではないのかな。塾だったら塾ってつけるもんね多分。クモンはクモンなのかな。クモンに行くもんね懐かしい。クモンそうそれに行ってました。日能研なんだそれ日能研算数得意だったんかな。そう得意だと思ってたの自分で算数は。そうでもなんか4年生ぐらいの時にあの割り算の筆算あるじゃないですか。そう割り算の筆算を2年生かなわかんないいつだったっけあれをやった時に割り算の筆算がわからなすぎて、そうそれでなんか
分からないのが無理だったの、初めてだったから。えどうしようどうしよう分かんない、やばいやばいってなって、クモン行きたいって言って、そう行き始めたかな。そうなんで分かんないの、嘘でしょ、どうしようって思って、本当になんか怖かったの、分かんなくて3あまり2みたいな、そう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 、だから算数は本当に分からないものないって思ってたから、なんか分かんないけどそうだからなんか衝撃を受けたよね、その割り算の筆算には。あの時の気持ちは多分覚えてるから、あれは多分自分の記憶だと思うそう急に焦った、そう急に焦った、そうなのよ。からクモン行くもんってなかなか言えん、そうかな。えでもね、妹が言ってたのよ確か、あれ妹じゃないか分かんない、あダメだ改ざんされてるかもしんない、分かんない、なんだっけな、なんでクモン行ってたんだ、なんでクモンがいいって言ったんだっけな、友達が言ってたんだっけ、やっぱ改ざんされてるかも分かんない。そうとりあえずね、そうでもその行きたいって思ったきっかけはそのそれだった気がする。でも記憶があってさ、そうみんな言うけど、みんな10歳とか9歳の記憶ってあんまなくない？あるけど、あるけどそんな鮮明に覚えてなくない？歌やダンスは習わなかった。え、そう習ってないんですよ。残念なことに。そう、しかも私もだってそんな19歳、14年前とかだから、14年前だよ、結構昔じゃない？怪我したりしたやつは鮮明に覚えて、あ、わかるわかる、めっちゃわかるわかる、それ確かにわかる。改善されすぎていい記憶しかない。え、最高じゃん。幸せな人生だよ。それがいい。AKB は見てた。そう見てた。小5か小6ぐらいの時に、そう、初めて見て、テレビで。そう、そっからハマったというか、うん、初めて、その歌を歌う人を見るようになった。握手会はね行ったことないですね。そう、そんなガチガチにハマってたわけじゃなくて、あ握手会っていうのがあるんだって思って、そう、うんかな、うん、でも本当にめちゃくちゃ流行ってて、流行っててというか、なんかその中学に入ってから私も好きだったけど、もっと好きな子がいっぱいいたのね。もう男の子が、基本的に男の子なんだけど、そのすごかったよ。もうあの春休みお小遣い貯めて、あの SKE が好きで、みんなそうで、みんな集まって、もう休み時間毎回あの写真のトレードとかしてて、
そう、それで春休みとか長期休みにみんなでお小遣い貯めて、その名古屋の握手会に行くぞみたいに言ってて、すごいって思って、そう、そういう時代でしたかね。うん、懐かしい、めっちゃ懐かしいわ。そう、そのなんか友達、めちゃくちゃそのファンの、めちゃすごいファンの子がいて、だから当時30枚 CD を同じの買ってるっていうのは分からなくて、そう、当時はなんで同じの30枚も買うのって思ったの。その握手会のためだよっていうのも知らなくて、そう、なんでだろうと思って、そう、1枚ちょうだいって言ったことある気がするそう、しかもなんかその子とあの玄関とかで会った時に、やっぱマジムリ学園もやってたから、今日はマジムリ学園の放送日だねって言ったら、マジムリ学園2ですってそう言われた記憶が忘れられない。あ、はい、2ですって思って、そう、すいませんって。あ、フォローしました、ありがとうございます。そう、そう、訂正をいただきました。だから思い出すとすごい面白いですね、その時なんかすごいエモいというか、うん、なんか可愛かったですね、中学校時代。そう、逆に今はさ、そうやってさ、もし中学生の男の子がさ、みんなで来て、あの春休みなんで遠征に来ましたみたいな言ったらすごい嬉しいよね。そう考えるとすごいね、なんかどっちすごいわ、なんか感動なう今。だから廊下でエビカツとか踊ってたの。そう、昼休みお昼流れて、そう、みんな好きだったから、そう、今何時だ懐かしき時代、そう、懐かしき時代、10時30分、あ、めっちゃ、あ、すごい、1時間以上やってる、すごい、あっという間。じゃあというわけで今日は終わりにしようかな。いっぱい話せた、嬉しい。13位バイユーさん、12位ショートさん、11位ヤスさん、10位たけしさん、9位おのっちさん、8位くまくまちゃんさん、7位ゆきたんさん、6位お父さん、5位 YSC73 さん、4位和田ちゃんさん、3位たいらさん、2位夏目さん、1位すいかさんです。夏目さん、すいかさん、タワーありがとうございます、くまちゃんありがとうございます。はい、長い配信ね、久々に長い配信しました。でもすごいみんなそう話してくれてありがとうございます。はい、ではにゃんこでした。みんなおやすみ。にゃんにゃん。おやすみ。にゃんにゃん。バイバイ。